はい、どうも皆さんこんばんは。 BC スウェル所属 ABC 担当のビビロエラことふみやすです。本日はですね、競技シーンでも大活躍の断食戦の解説動画を撮っていきたいと思います。もうね、使いこなせるとですね、めちゃくちゃ強いのでぜひ使ってみてください。まずですね、断食セナについてちょっと詳しく説明しますので、でそこをちょっと割と座学的なところがありますので、興味ない方はちょっとこの時間まで飛ばしてください。でまあ要するにですね、 ADC なのに CS を取らないだけですと。はい、でちょっと断食セナについて詳しく解説していきますと。でまあ自分ではミニオンを倒さず、サポートにミニオンを倒していただいて、連戦ではサポートのような立ち回りを行ってですね、よりキリスタックの獲得を目指すものとなりますと。でなぜミニオンを倒さないのかと言いますとですね、セナのパッシブスキルが関係してきてますので、一旦ちょっとパッシブスキルを見ます。はい、こちらがセナのパッシブスキルとなっておりまして、倒された敵から生まれる魂を通常攻撃して、その霧を回収することができると。で4秒以内に敵チャンピオン攻撃を2回与えることで霧を吸い取り、現在の体力の 2% をダメージとして与えると。でまあ大事なのはここからですね、霧のスタックごとに攻撃力が1増加する。霧スタック20スタックごとにですね、射程距離が15、クリティカル率が 15% 増加しますと。余剰のクリティカルの 35% はまあ回復に変換されると。で一応ですね、このセナはレベルアップしても攻撃力が増加しないものとなっております。はい、なのでですね、このパッシブによるですね、攻撃力だったり、このクリティカル率だったり、この射程だったりがとても大事なキャラクターなので、キリスタックの獲得というのが非常に大事になっております。でこのキリスタックなのですが、まあ、敵から回収することもできるんですけれども、ミニオンからも獲得することができますと。でそのキリスタックの獲得率なのですが、セナが、まあ、自身でミニオンを倒した場合ですね、キリスタックがだいたい 3%、まあ、2.4C のパッチで変えられたんですけれども、まあ、その確率で、まあ、獲得できますと。で逆に自分が取れなかった場合、ちょっとここすいません、ちょっと詳しい情報が載ってなかったんですけれども、まあ、30% ぐらいの確率でキリスタックを獲得することができますと。まあ、なのでサポートにミニオンを倒していただくと、よりキリスタックを集めることができます。でこの大体キリスタック1つですねまでの価値はですね、80ゴールドほどありますと。まあ、なぜ80ゴールドなのかちょっと画面の方に出させていただきます。まあ、20スタック、攻撃力が20、射程15、クリティカルが 15% ということですね。攻撃力20は850円、クリティカル率15は750円相当となっております。でですね、オブジェクトが湧くですね、5分段階で少し考えますと、ミニオンウェーブ数はですね、だいたい11ウェーブで44体のミニオンを5分までに狩ることになります。でそれを全て狩った場合ですね、3850円稼ぐことができてですね、まあ、その場合キリスタックの獲得期待率はだいたい1から2になります。で取らない場合はですね、2600円稼げて、キリスタックの獲得期待率は14ほどになると思います。でまたですね、 CS を取らない場合、ハラスがまあしやすくなると思いますので、まあ、2ウェーブに1回多くハラスできると、まあ、5回多くハラスができるかなと。なので 5個スタックが獲得できるので、だいたいまあ、CS を取らない場合と取った場合での差は17のスタック数の変化になると思いますと。でこれを金銭で考えるとですね、まあ、17×80 で、1260ゴールドなので、CS 取らない場合の2600円プラス1260は3860ということでですね、まあ、CS を取った場合と、まあ、ほぼ変わらない金銭効率になります。でまあ、もちろんのことなんですけれども、サポートはですね、 CS を取っておりますので、いつもよりお金を稼げております。でセナはですね、相手の ADC と変わらないだけの金銭効率で稼げておりますので、まあ、相手のサポートと自身のサポート分だけ、まあ、ゴールド差が開くような認識になります。以上がセナが CS を取らない方がいい理由になります。はい、ちょっと長々とですね、断食セナについて話をさせていただきましたけれども、まあ、次はビルドとルーンを見ていきたいと思います。はい、まずはちょっと一番オーソドックスな形ですね。まあ火力出したいときっていうところでですね、まあチームにダメージが足りないなっていうときはですね、まあマナムネから行ってですね、まあブラックリだったり、まあ金剣挟んだりして、まあラピッドファイアキャノンでモータルリマインダーにして、まあ GA みたいな感じで積むことが多いかなと思います。まあでブーツはですね、まあ敵 CC 多いときはまあマーキュリーなんですけれども、まあスーヒトネスブーツ履いても面白いかなと思います。で、エンチャントはですね、まあ、ゼドとかがいるときはですね、まあ、ステイシスエンチャントを持つんですけれども、自分はエンゲージのサポートだったりができるので、シャドウエンチャントを持つことが多いです。
入るんですね。キーストーンは悪役を持つことが多いですと。で、まあ、あれですね、お金を、まあ、稼ぐことが、まあ、しにくいので、まあ、少しでも HP の金銭効率を上げるためにですね、悪役を選択することが多いです。で、まあ、集団戦とか立ち位置調整しやすいのはフリートフットワークなので、まあ、どちらか選ぶのがいいかなと思います。で、波動のルーンに関しては、ブルータルか、まあ、ウィークネスを持ちます。で、この、不滅ですね。不滅は、まあ、ボンアーマーを持つことが多いかなと思います。ね、典型は割と何でもよくって、まあ、ちょっと今回バックハンターとかにしてます。で、マナ胸積まない方だったら、マナフローバンドでもいいかなと思います。はい、続きまして、ちょっと非ダメージエグい時としてるんですけれども、結構自分が狙われるなっていう時はですね、まあ、結構 HP が高くしておくと、まあ、何かと便利なので、まあ、ブラックリから、まあ、ディバインサンダラー行ったりして、まあ、金券挟んだりも途中でしつつ、まあ、ラピッドファイアモータルリマインダーで、まあ、最後 GA かな、みたいな感じでやっております。はい、最後にですね、敵 AD いっぱいということでですね、もうオール AD の時なんかは、もう割と固めちゃってもいいかなと、まあ、自身のチームのダメージが高い時なんですけれども、その場合ですね、まあ、ブラクリからですね、こちらの、まあ、アイスボンガントレットなんか行ったりして、まあ、ナイトエッジで、まあ、スペルシールド、みたいなのつけたり、まあ、それか、あとあれですね、まあ、アイスボーンガントレットが使用調整入ったので、防具アイテムの、これですね、フローズンハートなんかも相性がいいかなと、まあ、ちょっと試したことはないんですけど、ありかなと思っております。はい、それではまずスキル見ていきたいと思います。まあ、こちらのパッシブに関してはですね、ちょっと断食セナのところで詳しく説明させていただいたので、少し割愛させていただきますが、まあ、敵を2回殴れば、キリスタックを獲得できるよというものになっております。これですね、まあ、ダミーでやるとですね、こういうふうに2回殴ると、獲得することができます。こちらはですね、別にスキルを挟んでもいいので、まあ、通常から入れてですね、まあ、Q 入れたりですね、してもいいですし、まあ、あと W とかも、こちらの2発というのはですね、スキルを挟んでも大丈夫なので、まあ、通常から1スキルでも獲得することができます。もちろん通常2スキルだったり、1スキル2スキルと打っても獲得することができます。はい、続きまして1スキルピアシングダークネスということでですね、まあ、対象指定のスキルとなっておりまして、敵の場合はダメージ、味方の場合は回復することができます。でまた通常攻撃を行うとですね、クールダウンが1秒短縮されますので、結構大事になるかなと思います。これですね、敵の場合は攻撃。味方の場合はこちらの2発というのはですね、スキルを挟んでも大丈夫なので、まあ、通常から1スキルでも獲得することができます。もちろん通常2スキルだったり1スキル2スキルと打っても獲得することができます。はい、続きまして2スキルの最後の法要ですね。前方に黒き霧の波動を放ち、まあ、ダメージと体臭と周囲の敵に 1.3 秒間スネア、まあ、こちらスキルレベルごとにスネアの効果時間は伸びていきます。そうですね、こうなると、まあ、周囲も一緒にスネアが入ります。でセラの2スキルなんですけれども、こちらですね、発動後からフラッシュも切ることができます。はい、続きまして3スキルの黒き霧の呪いですね。まあ、6秒間霧の中に紛れて亡霊になると。で味方チャンピオンもカモフラージュ状態になってですね、まあ、亡霊になりますと。お、打ちます。打つとですね、味方チャンピオンもこれちょっと亡霊になって、相手からは対象指定になりますと。まあ、近くに敵がいたらバレるんですけれども、まあ、相手からしたらこう、うわーってゾンビが襲ってくるみたいな感じになります。まあ、こちらの3スキルの使い方はですね、まあ、エンゲージだったりするときだったり、まあ、味方のガンク、ジャングルがガンクしてくれるときに、この3スキルを使うと、相手からは見えないので、何体いるかとかもわからないんですね。何体隠れてるかもわからないし、っていうのと、あと移動速度の上昇とかで使うことがあります。はい、最後にですね、ウルトのドーニングシャドウということでですね、射程が無限の波動を発射して、味方チャンピオンにはバリア。で、これ、キリスタクごとにシールドも増えますと。で、敵にはダメージを与えることができます。で結構範囲が広いので、こういう風に打つと味方にもバリアが付与されます。はい、で、セナのスキル上げはですね、自分は1、2、3の順番で上げております。やはり1スキルのですね、ダメージだったり回復量を増やしたいっていうのがありますね。で、2スキルはやはり、この、まあ、スネアの効果時間が長くなりますので、まあ、ダメージだったりがないって時は、まあ、ワンチャンス2を上げてもいいのかなとは思っております。はい、セナのコツ一つ目にな、はい。はい、セナのコツ一つ目になります。で、セナのキリスタクの獲得の際はですね、基本的に通常から入れて Q を入れてあげることが多いです。
まあこれも逆もありまして、まあ、逆をする場合ですね、ちょっと味方のミニオンだったり、こう味方のチャンピオンを回復しつつ、通常も入れに行く形ですね。まあ、あとはまあ普通にこう W を置いてあげて、当たった敵に対してまあ通常だったり気を入れるというのが大事になります。でこのセナのこの Q スキルをですね、味方の HP を回復するのか、敵を殴るのかっていうのは結構、まあ、判断としてはですね、レーンがプッシュ状況にあるかどうかっていうところにあるかなと思っております。で、まあ、プッシュ状況にあるというのはですね、基本的にはですね、相手と自分のヘルス状況が有利を取れている時にあると思いますので、自分の味方ですね、サポートキャラがですね、負傷している場合は回復を入れつつ相手にハラスする。でも HP 状況が勝ってる場合ですね、もう何も気にせずですね、もう相手にこうダメージを入れていくっていうのが大事になるかなと思います。はい、続きましてセナのコツ2つ目はですね、この3スキルを利用して味方を隠してのエンゲージになります。これにですね、さらにですね、このシャドウエンチャントをつけますとですね、まあ、ほぼ確定で2スキルを与えつつエンゲージを行うことができます。なのでオブジェクトのファイトの際ですね、ドラゴンだったりヘラルドに行く際はですね、こちらから3スキルを起動して、まあ、シャドウエンチャントを投げたりしてですね、まあ、相手に W2 スキルを与えるというのがコツになっております。まあ、なのでエンゲージする際はこの3スキルを使うっていうのを忘れないようにしてください。はい、続きましてセナのコツ3つ目ですね。セナのコツの3つ目はですね、このウルトの使い方になります。まあ、基本的に集団戦ではですね、一番後ろからですね、まあ味方だったり敵を与えるように打てばいいんですけれども、まあ逆サイドの味方だったりがですね、ちょっと連戦でやられそうとかガンクを受けてるなんて時はですね、ヘルス状態だったりそのミニマップを見てですね、こういう風に打ってあげるとですね、まあバリアだったりダメージを与えてですね、生き残ることができますので、まあ、ちょっとミニマップを見つつ味方が大丈夫かなっていうのも少し気にしてあげてください。はい、最後にですね、セナと相性のいいサポートについて発表させていただきます。で、自分が相性が一番いいなと思ってるのはグラガスになります。で、グラガスはですね、連戦でもサステンがありまして、まあ、集団戦は結構 CC を持っているっていうので、まあパフォーマンスがいいかなと思っており一番にしております。で、続きましてですね、自分が相性いいなと思うのは瀬戸になりますね。まあ、こちらも連戦はですね、割とキルプレッシャーを与えることができるっていうので強いっていうのと、まあ集団戦でのまあ立ち回りだったりパフォーマンスがいい。で、続きましてはまあナサス、ガリオあたりですね、この2つも連戦しやすく、はい、集団戦でのパフォーマンスがいいです。まああとですね、まあマルファイトだったり、まあシンジド、まあヌヌとか、まあ全然他のキャラクターファイターとかでも全然いけるんで、ウコンとかカーミル出してあげても面白いかなとは思います。はい、以上でセナの解説を終わります。で、これからの時間はですね、自分が、プレイしている動画になりますので、お時間ある方は見ていってください。あと、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは動画までどうぞ。電撃になっちゃった。え、 YouTube JXL やけど。え、おんま、ここにしたろ、ここにしようぜ。おい、配信しとんけ、しとらんやねんけ。おい、配信してないんだ。あ、ごめん、ゆるさん、メスメス広くは OK。 待って、一応ジャングルのそっちに見とくわ、入り口に。痛いの。配信してない、ジョニータウン。久しぶりだな、当てれるわ。ごめん、そう、痛いな。回復するわ。あ、ごめん。あ、オッケーオッケー。俺、今日で回復する。じゃあ、なんかカイさん、射程長いって。俺がちょっとアグレ引くか。めっちゃ出すね、君。最近パチンコ調子。当てれるわ。いいね。当てられるわ。痛えわ。回復しすぎだって。痛え。これな、でも9一発全部食らうのだるいよな。アリカさん、魂レボリューション。ナイスナイス。すげえ、うま俺。だいぶはきつそうだけどな。ウーバーに。ついフラッシュだけじゃ多分火力足らん、こっち。電撃だからワンチャン。
あ、あのゴーレムで。もしかしたら。5になればいけるな。え、5になるっけ、ゴーレムで。カニゴーレムで。今ならんかも。ならんわ、今。あ、なった。ここでしょ、なんで竹変わった？あー、背中。ごめん。バイかと思った。受けてんの。頑張れ。ナイス。ナイスナイス。おいしい。Thank you, team. 俺もバイだと思ったのに、俺だったわ。早かったかな、俺打つの。あ、まあそうかもしれん。でもなんかたまにさ。まあ確かに。なんか W、俺、まあ俺が悪いな。そんなことあるって時ないんだもん。なんか、まあ、え、そっちなんみたいな。で、これフラッシュないじゃん、かわいさ、うん。フラッシュないじゃん。ゴレベじゃん。フラッシュないじゃん。ミスター。ぶん投げたね。うん。3分。やべ。やべ、当てれるわ。外したアピールしようと思ったけど、配信してないジョニータン、ちょっとオーラ感じるわ。俺フラッシュあるけど見る？いや、やめとく。ユナイトないし、多分勝てん。一回見勝って、うん、取って。まだフラッシュ切るか迷うな、これ。ああ、まあ、切らなくていいと思うわ。うん、デッドボールしな。あ、書いてあると見るわ。うまい。俺頑張れ。早くしょ。ナイス。うわへへへ、ナイス。これは見ちゃうわ。デッドの動き、あ、見たか。ほな。心臓地か。おれ。回復されちゃうんやけど。ハラスとは。あ。いや、オッケー。あ、フラッシュあるな、俺。俺ないんだよな。イグゾはあるけど、イグゾウルトある。ミス？これ。やっちゃうか。力の敵。何ドラ？風？何これ？いけ。ブルート返す。出ときてる。いやー、フラッシュあるそいつな。あ、あ、そっかそっか、ウルトだけか。いやー、割れるか。でもウルトはないよな。俺次はウェーブクールで、ウェーブクール。あ、いや、もう相手やめたわ。オッケーオッケーオッケー。美味しいね、これ。ちょっと気合いありすぎかも。やばい、いつもサポの癖で離れちゃう、こういう時。あ、それやれるね。待って待って、はい、ミッド。ミッド。ちょ。ミッド割られるの話が違う。いや、キャノン、なんとかなった。フラッシュ湧いてる、俺。一個しかない。見るわ。ファイナル。フラッシュ切るよな。わー、ナイス、それは。オッケーオッケーオッケー、もうお前入らさんよ。ああ、え、やばい。やばい。ダブリだけ当てて。うまい。うわ、今俺仁王立ちで死んだ。恥ずかしい。恥ずかしい。一発重かったな。一発重かったわ。じゃあこれ、明かり。いや、明かり育っ、ブレクター早めに行くか。やべ、これ。あー、避けれんかったな。落ちたわ。うえ、落ちてない。え、Q 強っ、セナの。はい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 。なんかうまくね、この試合。俺いい感じいい感じ。これ取れる。私してなかった。ん、何これ
てね。あ、オッケーオッケー。なんかいる。あ、やめとこやめとこやめとこ。やめるわ。ピーマンさんこれ。セナの解説動画作れますよこれで。セナまで行けちゃう。またスカッ。ね、もうあるんじゃないの？違う。あれはちゃうやん。ちゃう。まあ。エンターテインメントのやつあれは。これいけるな。俺めっちゃなんかね伝えたいこと全部入ってるこれ。マジでこの今のまでのプレイ。デドが来てるね。うん。にくいにくいかな。よっ。え？育てれるぞ。おお、弓。あー。いや、待って、殺そう。こいつ。うわ、俺これタンクしきれないかも。ナイス。おい、おい、おい。完璧、完璧。はい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 。完璧、完璧。100点、100点、100点、100点。100点です。100点です。おいよ、俺命を落としてでも差し違える覚悟でおるぞ、わしは。チャットで125か。100点やん。何やこの試合も。向こうそう。風かぶだけ。ちょっとなんか。気持ち程度みたいな。星泣きた。9分58スタック。一番ええ。いや、ほんとやな、これあれ積みたいんだけどな。提出積まんといけんかな、さすがに。ゼロ育ってないし、いいわ。俺も今迷ってる。シャドウにします。ライボン行こう。いや、これはゾニア積むわ。じゃあさっき思ったより柔らかかった。なんか、フォローめっちゃくれたから、一気しなかったけど。うん。じゃあ、俺ら、ヘラルド枠の忘れてたわ。やばいやばいやばい。遅刻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 パワーで勝つんですこっちは。そうです、パワーで勝つんです。はい、こっちおいで、カイサユニタ泣くってこれ。手なぐらがすだけじゃありません。いや、そう思います。いません、いや、そう、やらがそういきます、こっち。そうかな。いや、100点。リアル初手ブラクリオやマナムネの判断は解説してほしい。いや、ダメージ足りるかと、自分がぶっ殺されるかどうかやな。ダメージはマナムネが一番出るから。白米さん、そこ次第みたいなとこある。まあ、あと好みでもあるよ。